牧草は、貝の国の諸園別称に、う巻草。方向寺甲府盆地東部に位置する。荘域は、山梨市牧岡町から、山梨市北部、山梨市三富、甲州市沿山北西部付近に指定され、笛吹川上流部にあたる。南北朝時代の建務2年正月25日、後醍醐天皇臨時によれば、この頃には、 高橋層と同一の荘園と認識されており、高橋層には、甲州支援山竹森の地が含まれる。また、海野市、吉沢の羅漢寺の木造阿弥陀如来座像の応援30年名文には、巻き層を指す、可能性のある、巻き層の存在が記され、正域には、景観山陸の山岳地帯が含まれていた可能性も、指摘される。省内地名には、中薪号や、 未民堂などがあり、将来の寺社には、甲州市演山藤木の方向寺、甲州市演山跡屋敷のリ林寺、山梨市牧岡町久保平の清井寺、同社の方主寺、山梨市牧岡町千の宮の中牧神社などがある。所見資料は、平安時代後期の研究2年に、甲斐、源氏の安田義貞が甲祖となった方向寺に収めた同省の名分で、甲斐の国牧商法、 三寺と記されており、十二世紀後半代での立層が想定されている。安田義貞は、源の乗り清の四男で、山梨市の安田教により安田氏を称した。義定は自称四年の自称、受栄の乱において活躍し、とう未都海守護、とう海守るとなるが、あずま研究四年十一月二十八日上に、よれば、この日、源頼朝により、 義帝の着手義士が教諭され所領は没収され、翌年には義帝自身も無本の罪により教諭されたという。尊卑文脈によれば義帝が中世られた場所は、馬紀省大井久保大道堂とされ、大御堂は山梨市の久保八幡田神社を指すとする説と、方向寺闇田堂を指すとする説がある。鎌倉大蔵氏によれば義帝を追悼した なお、加藤氏も、昭治2年の梶原景時無本に関係して、所領を没収されている。鎌倉時代の在地領主も不明であるが、鎌倉後期には、工藤氏の流れを組み幕府満所出事の二階堂、佐田藤が会源時統領の武田氏に代わって改修ごとなり、牧草の自投職を得ていたと考えられている。なお、二階堂氏は、一族の雪佐田が会、泉総の自投職を得ている。 無双国志年譜によれば、加元三年に、帝寺あるいはその父の行富寺は、無双祖籍を招き将内に清い寺を改装し、天竜禅寺解散、無双小学神、総広沈み国志悲鳴によれば、元徳二年にも、無双を招き将内に、エリンジを創建している。帝寺は、鎌倉幕府の滅亡後、五代五天皇の兼務の申請に仕えているが、兼務元年十二月二十八日に、 陰謀の疑いで処刑され、翌憲務2年1月25日には、牧草の東宝が、無僧が解散となった京都臨仙寺に寄進されている。臨仙寺は、憲務3年8月30日に、牧草東宝の代わりに、加賀国王の僧の自投職を与えられており、牧草東宝の自投職は不明であるが、牧草製法のエリンジである可能性が考えられている。昌平7年には、 林戦寺が再び、牧草の自動職を得ている。室町時代には、開始後武田氏の勢力が、盆地東部に及んでいるが、牧草と武田氏の関わりは不明。大大記によれば、干渉六年には、豪情を誇った、守護大後部氏が、山梨市牧岡町西北の西方田野城を本拠に、武田信政に対抗しており、後部氏が牧草を拠点としていた可能性も考えられている。 秋山 P40 秋山 P40 秋山 P41 から42秋山 P43 秋山 P44 ありがとうございます。